メタン、ちょっと来てほしいのだ。一体どうしたの？これは。とうとう次の問題が現れてしまったのだ。複素数を実数で構成せよ。不思議な問題が来たわね。ズンダモン、どう思う？なんか楽勝そうなのだ。え、本当かな？複素数は A プラス BI の形で表される。ここで A と B は実数なのだ。これで複素数を実数で構成できたのだ。ああ、そういうことね。あのね、ズンダモン、ここに虚数単位の i があるでしょ。これを実数で構成しないといけないのよ。え、そうなの？いや、そう言われても実数で表すことができないから i という文字で表してるんじゃないの？まあ、これは知らないと難しいわよね。複素数を実数で構成する方法はいくつか知られている。今日はその中でも直感的に理解しやすい行列を使う方法を紹介するわね。ではお願いするのだ。それじゃあ複素平面で考えましょう。横に実軸を、縦に虚軸を取る。1に i をかけると反時計回りに90度回転して i に移動し、もう一度 i をかけるとさらに90度回転してマイナス1に移動する。つまり i を2回かけるとマイナス1をかけたのと同じ結果になるわね。そういえばそんなのあったね。これは一般の複素数に対しても同じことが言える。複素数 a プラス bi に i をかけるとマイナス b プラス ai となる。これが90度回転であることは、このような直角三角形を考えるとわかるわ。興味のある方は一時停止して考えてみてね。さて、話を進めましょう。a プラス bi に対応するベクトル ab を反時計回りに90度回転させるとマイナス ba となる。この90度回転を行列で表すことはできるかな？まず1行目はこのようにすればマイナス b が出てくるね。次に2行目はこうすれば a が出てくるから、これで90度回転が表現できているのだ。その通りね。つまりこの行列は虚数単位 i を表していると考えられる。なんか不思議なのだ。あとちょっと余談だけど、一般に角度 θ の回転行列はこのような形をしていたわね。ここで θ が90度の時を考えると、この行列と一致することが確認できるはずよ。おう、そうなんだ。この行列は回転行列の特殊な場合だったんだね。そしてこれらの成分は全て実数だから、確かにこれで i を実数で構成できたことになる。いや、まだ構成できたと言い切るには早いのかな。心配なら確かめてみましょう。では単位行列を e と書くことにして、さっき考えた虚数単位に対応する行列を j と書くことにしてみる。この時 J2 乗はどんな行列になるかな？そうだね。ひとまず J を2個並べてみよう。行列の積を考えればいいから、とりあえずこういう風に区切って。まずこの部分に着目してみる。最初に0と0をかけて0になって、次にマイナス1と1をかけてマイナス1になるから。左上の成分は0とマイナス1を足してマイナス1になるね。他も同じように計算するとこうなるのだ。これは単位行列 e を使ってマイナス e と書くことができるね。ありがとう、ズンダモン。結果をまとめると J2 乗イコールマイナス e となる。これは複素数の世界でいうところの i2 乗イコールマイナス1に対応しているわね。うむ、確かに J は虚数単位を表現していると言えそうなのだ。2乗してマイナスになる数というと不思議な感じがするけど、行列の世界では意外と簡単にそういうものが作れるんだね。さて、これで準備は整ったわ。1が e に対応しているように i が j に対応しているので、 2e の複素数 a プラス bi は ae プラス bj という行列に対応している。 e と j の成分を具体的に書くとこうなっているので、 a プラス bi に対応する行列はこのような形をしていると考えられる。この複素数と行列の対応が妥当なものか確かめてみましょう。ズンダモン、まずはこれを計算してみて。なんだ、ただの複素数の掛け算じゃないか。まずこの2つをかけると 6i になって、こっちの2つをかけると 3i 2乗になる。 i 2乗はマイナス1だから、ここはマイナス3になって、あとは 6i をそのまま足せば OK なのだ。いい感じね。ここまでは通常の複素数の計算だったけど、次は対応する行列の計算をしましょう。この形式を使うと複素数と同じように計算できて便利よ。早速使ってみるのだ。この複素数の式に対応する行列の式はこんな感じだね。あとは複素数の計算と同じように、まずこの2つをかけると 6ej になって、
こっちの2つをかけると 3J2 乗になる。 J2 乗はマイナス E になることが分かってるからこうなって、 E は単位行列だからここの E は消えちゃってこうなる。複素数の場合と同じように対応する行列の計算は進められて、計算結果もちゃんと対応しているわね。うむ、確かにこの行列は複素数を表現している感じがするのだ。今のは具体例だったけど、一般の場合でも同じことが言える。複素数 Z1、Z2 に対応する行列を用意すると、複素数の足し算は行列の足し算に対応するし、複素数の掛け算は行列の掛け算に対応することがわかるわ。ちゃんと証明するには複素数を実部と虚部に分ける必要がありそうだけど、まあ確かにさっきの計算みたいに成り立ちそうな気はするのだ。さて、複素数に対応する行列の性質を少し見てみましょう。まずこの行列の点値を取ってみるわね。点値というのは行と列を入れ替える操作のことだったよね。今は2次の正方行列を扱っているから、点値行列は B のところを入れ替えた行列になるのだ。確かにそうなるわね。これって何をしてるかわかる？何をしてるかと言われても、B のところを入れ替えたことにより B の符号が変わっている。これは複素数の世界でいうと虚部にマイナスをかけたということだから、もしかして複素協約に対応してるのかな。大正解。行列の点値と複素協約が対応するというのは不思議な感じよね。あともう一つ、この行列式がどうなるか計算してみましょう。それなら簡単だね。2次の正方行列の行列式はこことここをかけた値からこことここをかけた値を引けばいい。つまり結果はこうなるのだ。それで良さそうね。これは複素数の世界でいうと絶対値の2乗に対応しているわ。行列式と絶対値が対応しているというのもなかなか興味深いね。いや、それにしても今日の問題はすぐ終わっちゃったのだ。ずんだもん、続きがあるみたいよ。え、どういうこと？なんだこれは？っていうか説明が一切ないんだけど。なんだか奇妙な行列ね。複素数に対応する行列とよく似ているけど、各成分は実数ではなく複素数になっている。そしてここでは複素協約が使われているわ。だとしたらこの行列は一体何を表しているんだろう。ちょっと調べてみたいのだ。ここで複素数アルファ、ベータが実部と虚部に分けられている。これを使うことにするのだ。まずこの行列のアルファを実部と虚部に分けて書くとこんな感じになるね。残りの部分も実部と虚部に分けて書くとこういう風になるのだ。まず A のところだけ取り出すとこういう風に単位行列を使って書けるね。 B についても同じように取り出そう。単位行列にどことなく似てるような行列が出てきたのだ。あとは C、D についても同様の操作を行う。これで全部なのだ。よく見るとここの行列ってさっき考えた虚数単位を表す行列に一致しているわ。あれ？本当だ。だとしたら残りの2つは一体何なんだろう。では調査を続けるのだ。とりあえずこの4つの行列に名前をつけることにしよう。単位行列はこれまでと同じく E と書くことにして、あとは順に E1、E2、E3 とするのだ。ここで E2 は虚数単位を表す行列であり、2乗するとマイナス E になることはすでに分かっているわね。しかも残りの2つも2乗するとマイナス E になっちゃうわ。なんだって？ちょっと計算が早くてついていけないけど。さて、ここから一体どうしろというのだ。ずんだもん、これを見て。今度は何なのだ？これはまた説明がないのだ。全く困ったものだね。思い出したわ。これは次元数よ。 C、 次元数 ABCD は実数で、この部分を取り出すと複素数に一致することがわかるわね。言われてみればそうなのだ。でも虚数単位は一つだけじゃない。 IJK の3つの虚数単位があるわ。そしてこれらはどれも2乗するとマイナス1になる。さらに IJK はこういった関係を満たす。 IJK を使ってこのような形で表せる数を次元数というのよ。そんなものがあったのか。それにしても関係式がたくさんあって複雑だね。確かに一見複雑に見えるけど、実はこの関係式さえあればこれらの関係式は導くことができるわ。へえ、そうなんだ。ちょっと注意点として、実数や複素数では掛け算の順番を自由に変えることができたけど、ここを見てもわかるように次元数ではその常識が成り立たない。異なる虚数単位の掛け算では注意が必要ね。ところでちょっと気になることが。うむ、
定義したこの行列、1つ目は単位行列だった。そして残りの3つは資源数の虚数単位を表している。そんな気がしてきた。あなたも感じ取っていたようね。確かにこれらの行列は資源数の虚数単位と同じ関係式を満たしている。また同じようにこれらの関係式から残りの関係式を導くことが可能よ。まるで最初から用意していたかのような素早い論理展開なのだ。話を続けていいかしら。これはつまりこの形で表される行列が資源数を表していることを意味する。確かこの行列はさっきの計算を略にたどっていくとこういう風に成分表示することができて、アルファとベータをこのように定義するとこのような複素数の行列で書けるのだった。複素数を実数で構成した時と同じように資源数を複素数で構成したということになるのね。もしかしたらここまでの話で気づいた方もいるかもしれないけど、この資源数に対応する行列は各成分が複素数になっているから、各成分をそれぞれ実数の行列で表すとこのような四次正方行列が得られる。うわ、なんかすごいのが出てきた。この行列は二次正方行列が4つ組み合わさってできている。区分行列という考え方を使うと、四次正方行列は二次正方行列を成分とする行列であるかのように計算できるわ。つまりこれまでの話からこの四次正方行列は資源数を実数で構成したものであるということが言えるわね。なんとも奇妙な行列なのだ。実数で複素数を構成し、複素数で資源数を構成した行列の表現力ってすごいのだ。実はこれらを含む多元数という概念があるわ。多元数には他にもいろいろあって、例えば8元数と言われるものもあるけど、8元数は行列で表現できないのよね。同じアプローチが使えないのか。なんかちょっと残念だね。確かに残念ではあるけど、8元数が行列で表現できないというのはそれはそれで興味深いと思わない？まあ言われてみればそうかも。さて今回のお話はどうだったかしら。虚数って本当に存在するのかなと思ってたけど、実数から複素数を構成する方法はその疑問への一つの答えになってる。そんな気がするのだ。では皆さん、またお会いしましょう。それでは。